はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安須でございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日ね、朝の早い時間帯から、まあ、歯医者行ってきましたよ。3日前ですよね、その3日前ですよねってもあれですけども、そのもう右下奥のね、銀歯が取れてしまってね、まあ、急遽病院に電話したらね、その明日の、まあ、午前中にということで、まあ、昨日ですわ、ほんまに昨日の朝ね、予約外でその、まあ、外れた銀歯をね、修復してもらおうと。でそのでね、ほんでそのついでにですね、そのかねてからその治療中でございました、その左下奥歯なんですけどもね、その治療途中のためにですね、仮蓋をしていたんですけども、その蓋がですね、そのこれまでのその度重なるね、あの歯磨きにおける摩擦力によってね、耐えきれなくなってしまってですね、削られきってしまってですね、もう蓋をするための蓋がね、きれいさっぱりね、なくなってたので、そのまあ虫歯の治療のためにね、ドリルで削られた穴がですね、ごっそりと開いてしまっていて、顔を覗かせてしまっている状態だったのでね、まあ、ついでにそちらの方もね、埋めてもらおうと思う魂胆とともにですね、明日早くからね、予約外で歯医者へ行ってきたわけでございます。まあね、早く行かないとね、予約外なのでね、まあ、いつのタイミングでね、その名前を呼ばれるかっていうのがね、わからないもんですからね、ほんまに早く行きました。あれ何時ぐらいに着いたのかな、もう9時前ぐらいに着いて、まあそこからね、もうあの予約外なんで、まあ、自動受付機っていうのがあるんですよ、僕が行ってる病院にはね。でそれでその診察カードをペイってこう通したら、まあ、その予約、まあ歯医者じゃないわ、その、まあ、病院建物に来ましたよっていう風な感じで受付が処理されるわけですよ。ほんで、まあ、昨日は予約外やったから、その受付カードを受付機に通さずに来てくださいねって言われたので、まあ、そのままその足でね、歯医者へ資格を受けが向かったわけです。で、まあ、待ってたわけですよ。そのね、歯医者についてですね、その待合で待ってる時に、座ってる時にですね、まあ今日もそんなに待たんでええやろうなって思ってたんですよ。というのもですね、その前回のね、まあ、というか先週の月曜日やから、それから、7月6日ですね、7月6日の時にですね、粘液嚢胞というね、その唾液腺、ベロの下にできたんですけども、あの唾液腺っていう腺があるんですけどね、それがそのパイプ漏れっていうのを起こしてて、でそのパイプ漏れを起こしたところの周りの組織に、唾液が溜まっていて袋状になって腫れ上がるという症状が発症した時にですね、その歯科口腔外科を受診した時にですよ、まあ、割とその時は早い待ち時間で、まあ、早く行ったのもあるんですけども、まあ、割と待ち時間なしぐらいの感じ あったんですけども、まあ、30分ぐらいしか待たへん感じでね、見てもらえたんですよ。なのでね、まあ、そんな気持ちでおったからね、まあ、今回もそんな感じなんかなと思ったんですけども、まあね、まあ、今回はね、土曜日ということで、しかも予約外ということですね、1時間半くらい待ちました。でもまあ病院として、その病院としてね、その待ち時間でも1時間半っていうのは割と早い方やと思うんですよね、僕予約外で行ったのにもかかわらずね。まあ、待つ待つとは聞いていましたけども、まあ、案外早く名前を呼んでもらったなっていう気分なんですよ、自分の中ではね。そして名前を呼んでもらって、いよいよですよ、担当の先生がいてなかったので、まあ、違う先生に見てもらうことになったんですけども、まあ、今回はね、その美人歯科医じゃなくてね、普通の若手の新人っぽい男の先生でした。まあ、ちょっとがっかりしたんですけどね、まあ、それはいいとせですね。でほんでまずね、その取れた右下の銀歯を見せてですね、先生これですわって言ってね、あの見せたわけですよ。ほんでまあその時についでにね、左奥歯の穴も埋めてくださいとね、注文をつけてですね、ほんで口の中を見てもらったんですよ、確認してもらったんですよ。こうベッドが倒れて口をあーって開けるでしょ。でそれでその右下の処置に入ろうとした時にですね、先生が言うたわけですわ。あれ、あこれは土台がちょっと待ってくださいねって言ってどっか行きよったんですよ。
でそのまあどっか行ったんですけども、辺りを見回してるの僕寝てるから見えるんですよね。先生が慌てふためいてるわけじゃないですよ。キョロ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 してるのが見えるわけですよ。でそれを言った時にパッてこうそのなんか誰かを見つけたんでしょうね。あの隣にいた、まあ、いつもの僕がいつもの担当してもらってる先生よりもちょっとお年を召した、まあ、きっと一番偉い感じの先生なんでしょうね、まあ、そんな風格を醸し出してたので、まあ、きっと大ベテランの先生だと思うんですけど、でその先生がやってきてですね、事情を聞いて、まあ、すぐさま僕の口の中を見てね、もう1秒も経たないうちにね、あ、安田さんこれね、その銀歯の土台になってたら歯が割れてしまってますんで今日はつけれませんわ、そのね左下のね奥歯の穴の開いてるところに関してはね今日は埋めれますのでとりあえず埋めといて、その右下の銀歯が取れて割れてるところに関してはですね、そう割れてしまってるからね、まあ、このまま割れてるところのねギザギザのところはね危ないので、そこはね覆うようにね同じようにカバーしときます、その左下と同じようにね右下もカバーしときますんで、ほんでねその次の予約の時に担当とね話してもらって、で今後のケアをねどうしていくかね相談して決めてくださいとね、まあサラ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 ーとね流暢にね説明してくれてね、もうベテランの優しい空気に包まれてね納得してね安心しました。さすが数々の試練を乗り越えてね険しい道のりを歩んでこられた人は違うなーってね思いましたね。まあなのでね、まあ、さっきの説明があった通りにですね、とりあえず左下の奥歯を埋めてもらって、右下はギザギザになってて危ないのでとりあえずカバーをしてもらいました。なので本来の僕の要望である右下の外れた銀歯のね修復はね不可能な状態やったので、担当の先生の診察までね持ち越しとなってしまいました。まあね、サブであるねこの左下の奥歯、サブなんかどうかわかんないですけどもね、まあ一応サブなのでね、今回はね今回に関してはね、でそのサブであるその左下の奥歯に関してはお望み通り埋めてもらうことができました。まあ、結果的にねその思いとはね逆でしたけども、まあ、とりあえずは両方ともなんとかしてもらうことができたので、まあ、よしとしておきましょう。でもね、まあ、このねほんまやったらねその右下のねこの右下のね銀歯をねもう修復してもらいたかったんですよ僕としては。でもね、まあそのまあね土台のね歯がね割れてしまってたのはね本当に残念でなりません。それもこれもあれですやんか、もうね虫歯になってしまってたがためにねこんな結果なんですわ。虫歯で歯なんて割れると思います？思わへんでしょう。ねえ、まあ、昨日の動画でもねその前の動画でもねお伝えしてますけども、まあ、こんな虫歯になってしまっている原因というのはもうあの免疫抑制剤がね原因でございますよ。ちゃんとね自分なりに気をつけてね歯磨きをしているのでね、まあ、歯間ブラシもやってるので、まあ、そうそう虫歯になることなんてないはずなんですよ、と思うんですけどね。まああかんわあかんあかんあかん、まあ、決めつけは良くないわね、良くないですね。もう素人の決めつけはダメなんですよ。素人の自己診断ほどね愚かなものはないですからね。必ず僕にもね非がありますのでね。あとそれとね、まあその僕の歯磨きもの仕方もねその問題ありなんですけども、その先ほどから言ってるその免疫抑制剤だけが実は問題じゃないんちゃうかなと思ってるんですよ。いやまあ他にね何かあるんちゃうかなって思って、まあ、これもね、まあ、その虫歯になる原因ちゃうかなと睨んでるものがありまして、それはズバリね唾液です。唾液の分泌量やと思います。こう粘膜障害のおかげでね、まあ、おかげちゃうな粘膜障害のせいでその唾液の分泌量がね少なくてね乾燥しやすくなっているので、まあ、それも一つの原因やとね睨んでるんです。その唾液というのはですねその歯のね再石灰化とねいう分かりやすく言うとですね、その歯を再生、いや再生まではいかんな、そのね歯をね補修、歯を補修してくれる効果があるんですよ。あの修復ちゃいますよ、直すんちゃいますよ、補修ですよ、補修ですね。で一度虫歯になった歯っていうのはね、その歯医者で治療をしないとね補修、じゃあ修復できませんのでね、 あくまでも補修でございます。でそのですね唾液の分泌量が少ないがために、弱いがためにですね、その歯を補修する力が弱いからとちゃうんかなとね睨んでるんです。とまあね、さまざまな要因がありますけどもね、まあ、とりあえず今回は応急処置をしてもらえたので、まあ、次回のね歯医者の通院まで
次回は来週週明けて1週間丸々明けての月曜日やから、まあね10日ぐらいの後なんですけども、まあねその時までねなんとかね持ちこたえれるようにね頑張っていきます。まあそんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。でそしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。